帰ってきた。耐えられた。5個。はい。買って。5個セットってことですか。5個セット5個。5個セット5個買ってきました。はいはい、よし、どうせ動きますね。はい、というわけで箱根を出まして、はい、なんかあっという間だったね、箱根行ったの。開けます。これ何、炭酸かなんか入れてるからふわふわなんだっけ。なんだっけね、うん、よいしょ。うわー、綺麗。綺麗ですね。ふわふわ、ふわふわですよ、ふわふわ。これですか、うん。ほのかに柚子の香りとかね。うん、そうなんだよね。うん。もう座間市のですな、うん、あともうそろそろあと、まあ、1.5 キロぐらいで、イオンモール、うん、座間出てくると、うん、もしかしたら、ね、正面に見えてるあの巨大なものじゃないでしょうか。ぽいね、うん、ぽいね、ぽいよね、うん、あ、イオンだ。イオンですよ。イオンですよ。イオンシネマがどっちにあるかですね。はい、それでしょ。これだな。それあんた、そんな屋根があったらダメじゃん。向こうかな。これは駐車場じゃない。ここに車を止めましたね。駐車場ありまして、行きましょう。すっごい広いなこれ。うん、町だよ町。こっちがシネマで、向こうがイオンだもんな。イオンスタイル。ツアーの途中に行って温泉入りに宿に泊まるわ。イオンシネマで映画見るわ。食うんだ。すごいね。絶対映画見ててもすごいお腹すくよ。このピリ辛なのが好きなの。ワーパー買っちゃったよ。買っちゃったね。見つけて。今日夜お寿司なのに。おーおー、来た。どうぞ。人がいれば後ろ行かないんだね、うん、中行かないんだね。さて川崎行きますよ。行きますよ、武蔵市。ようやくだよ、はい、本当の用心をするために。でも今日じゃないんだよね。まだ今日じゃない。明日の朝10時です。明日の朝なんだよ。でも今から M子さんの、はい、親友やね、はい、数少ない友達、はい、親友で、なおかつ、はい、私と M 子を出会わせた、うん、キューピッドなんです。そうね、はい、一応私の言ったキューピッドやね。で、映画、うん、終わりましたが、うん、まあ、なんだっていうことはもう言わないでおきますが、うん、もうすごい映画でしたな。うん、エブエブね、うん、エブエブ。すごいわ。すごいよね、あれを、うん、よく思いついて、形に作品としてまとめたなっていうのは、ね、もうそれだけでもすごいと思うの。マーベルとは違うマルチバースやね、やっぱりね。そうそう、あ、面白かった。面白かった。はい、間もなく降ります。はい、川崎溝の口出口。これはだから、これは、右側に行って言ったのか。今あの前の車が、U ターンしますが、うん、これは遠いよ、信号変わっちゃうよ。しかもこれに乗っちゃいけません。こっちです。これ怖いよね。怖い。で、帰り際のところを右です。はい、これの先の、うん、これのもう一個、信号の一個手前のとこだな。しゃっほーい。こちらです、寿司館。キャンピングカーで寿司屋に来るっていう、ね、すぐ出れる。後ろから来て。本日こちら寿司館で食事でございます。で、キャンピングカーはこちらの
駐車場に止めさせていただきました。はい、ありがとう。なんで君のおかげで俺たちは。そうだよ。0.5 で撮ってあげなよ。ぼかすとかなんかで撮ってくんない。なんかダンディーなメガネかけてると思ったら。メガネマスクだ。対策です。対策ね。私もさずっと治ってたのにさ、はいはい、今年、今日はあのもっと高いのね。こっちも気持ちよかった。だってあそこさ出てしまえばほら駅。絶対言うてたわね。美味しいって言ったら、田舎帰った時に、大分、大分の、うん、あの海辺、うん、鎌江、うん、そっちのベッドの方が広いんだけど、うん、短いんだよね。あ、そうそう、足がね、うんうん、そっちも結構短い。こっちはね、190は奥まであるの。すごいすごい、うん、あなたの嫌いなタオちゃんね、タオ。あ、タオちゃん、うん、それではお世話になりました、はい、お世話になりました。お寿司も美味しかったし、うん、カオルとも楽しかったし、うん、ね、あの、うん、カオルさんが、私たちの愛のキューピッドでございます。はい、はい、なんか本当に偶然よね。はい、えトイレしてる。誰？おちゃん。あ、ほんと、まあ、ゆっくりで静かに。また砂の音がプルプルタイムでございます。ちっこかしら。今度ちっこじゃないかな。あ、いや、うんこや、このしつこいやんかな。もうせっかく今空気の入れ替えもしてきれいにしたところですのに。デニーズ到着です。デニーズ高津店です。スクランブルは、うん、これ一択なんで、はいはいはい、ケチャップ、うん、で、そっちにすると洋風セットであってもそれ一択なの多分。田園都市線の鷺沼駅に向かっております。はい、そこのですね、三井のリハウスで、ね、に向かっております。はい、ここでね、一回のおせち買って、そこのビルの下に、うん、おそ、美味しいお蕎麦屋さんがあるの。ここら辺だ。あ、はった、そこだ。あ、分かった。うわ、あった、いるよもう。そこ止める。はい。すごいところに車止めました。なんとか収まりましたよ。最後か、契約だ。契約中。うわ、透明すごい渋滞してる。海老名までだ。海老名まで80分、20キロ渋滞です。恐るべし都会。というわけでですね、はい、今回の、うん、ツアーの目的であった、うん、不動産の契約、はい、無事に完了しました。はい、契約書はちゃんと交わして手付金もいただいたんだけど、うん、結局もう一回来なきゃいけないんですね。残金の確認、残金確認、そうですね、はい、来月という、まあ、ことなんですけども、うん、もう一度来ます。はい、はい、で、はい、次はちょっとね、シャドウさんにも相談して、うん、次の工事とかちょっと、まあ、いずれにしても来たかったので、うん、タイミング合わせてそんな感じで来たいと思います。うん、もう渋滞ですよ。はい、乗ってまだ 500m ぐらいですよ。いやだ、はぁ、あ、揺れないね。そうだね、うん、多分入れないよね。入れないよね、これね。でもお腹空いてきたんだよね、うん、でも一番やばい時間だもん、もうみんなお昼時で。そうだよね、うん、ていうかこれなるべく早く抜けとけよってことです。抜けとけよだよね。湯餅食べてごまかしましょう。こっちも私の湯餅あと1個しかない。まだもう1箱あったんだよ。私さっきあげたからもうないのか。うん、桜餅も食べちゃった。食べちゃった。いいよ、半分しよう。